松井秀喜氏が23日、イチロー選抜神戸 CHIBEN の一員として東京ドームで行われた高校野球女子選抜との一戦に4番、中堅で出場。8回の第6打席で右翼席へ豪快なスリーランを放って大歓声を浴びた。ベンチに戻るとイチロー氏も熱いハグで出迎えた。試合は17対3で完勝した。実際の様子、こんな光景見たことない。 HR でイチロー氏と抱き合う松井秀喜氏。1安打4死球で迎えた8回、松井氏がファンを魅了した。2試1、3塁の第6打席で、2ボールから118キロを捉えると右翼席へ豪快に突き刺すスリーランとした。ゴジラの一撃で東京ドームは大歓声に包まれた。巨人やヤンキース、エンゼルスなどで日米通算507本塁打、NPB332 本。 MLB175 本。巨人の4番として、何度もスタンドを沸かせてきた東京ドームを再び熱狂させた。これまでセレモニーなどには登場していたが、松井氏が東京ドームでプレーするのは20年ぶりという。試合前練習では松坂大輔氏とキャッチボール。フリー打撃ではイチロー氏や松坂氏が見つめる前で、6スイング目に右翼席中段に突き刺す。特大弾、お放ち。 両手をを広げて満足そうな笑みを浮かべたノックでは中堅だけでなく三塁でもプレー石川清涼光時代を彷彿させるかのような華麗な動きで注目を集めると2回の守備から三塁に入っていた。